自由席が特別仕様で運行中です。南海電鉄はゲームソフト戦国バサラ真田幸村伝が8月25日に発売されるのに合わせたイベントを展開中です。高野線の沿線にある工藤山が真田幸村とゆかりのある土地であることから行われているこのイベント、現在は観光列車天空の自由席車両に真田幸村や伊達政宗を描いたラッピング電車を運行しています。今週は南海電鉄の田辺千佳子さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。制服が決まってますね。ありがとうございます。今ニュースでご紹介をしましたけれども、はい、戦国バサラとコラボしているということで、このキャンペーンについてちょっと、まあ、ご存じない方もいらっしゃると思うのでご紹介してもらっても構いませんか。はい、観光列車天空の後ろ2両に自由席車があるんですけども、そちらにラッピングを施して8月30日まで運行しております。企画は5月末から始まっていまして、本日から第2弾ということで伊達政宗と真田幸村のラッピング電車が運行しております。こちらですね、はい、今日、7月からまた第2弾が始まっているということで、はい、どう違うんですか。第1弾とキャラクターを変更しておりまして、第1弾は、真田の3人ですね、正幸と信幸、はい、で真田幸村の3人を描いていたんですけども、今回はライバルの伊達政宗ということで、第3弾がですね、7月の29日から運行開始となっておりまして、はい、第3弾のキャラクターについては順次ホームページで公開ということで、はい、どうですか、中もラッピングされてるんですね。ね、普通外側だけで、ね、やるパターンが多いですけど、その辺は、凝った作りだと思うんですけど、これ、橋本から、高野山の下の極楽橋までのこの天空につけてるということなんですけど、はい、なぜ自由席の方だけこうラッピングして、あっちの指定席の方はやらないでっていう感じにしたんですか。そうですね、やはり観光列車、天空のイメージがもう緑色で定着しつつありますので、その後ろについている自由席車両にラッピングをして、天空の車内でも、今天空の座席指定権があるんですけども、こちらの座席指定券を戦国バサラ仕様にしておりまして、戦国バサラ×天空ということで、後ろも戦国バサラのこのような、はい、イラストになっております。けど指定それに乗ったらあっちのラッピング車に乗れないってことですか、ね、そうなんですよ。じゃあこれ乗るとどう楽しめばいいですか、ね、2回楽しんでいただけたらなと思う。行きと帰りで、これは最初に自由席につけてサービスいいっすね、ね、太っ腹ですねみたいな感じで言おうとしたら何か田辺さん、これご自身で企画とか最初からご担当されてるんですもんね。はい、そうです。仕掛け人は、けどこれはなぜこの天空の自由席の方につけようみたいなことになったんですか。そうですね、真田ゆかりの地が工藤山というところにございまして、この天空が、弊社の天空が工藤山を走っている電車になっておりますので、工藤山から高野山へというので、天空が走っている路線に合わせてということで、はい、しております。で第1弾、今回がこのラッピング第2弾ということなんですけど、はい、第1弾どうでした。そうですね、やはり真田幸村戦国バサラというのが女性の方に結構人気なゲームとなっておりますので、女性ファンの方が写真を撮りに来られたりですね、入場券を買っていただいたり、はい、していただいております。けど結構ね、あれですよね、だから大阪住んでたとしても橋本まで出ないとこれ見れないってことですよね。そうですね、ぜひ沿線を楽しんでいただくという意味でも橋本まで来ていただいて天空に乗っていただけたらなと思います。高野線、外国人の観光客の方もね多いっていうふうに伺ったので、はい、なんかまたこの戦国時代とでコラボで喜ばれそうですもんね。そうですね、外国の方が本当に高野山に行かれる方が増えてきておりますので、日本のこういう武将もいたということで見ていただけたらなと思います。キャンペーンはラッピング電車の他にはどういったことをやられてるんですか。はい、モバイルスタンプラリーを実施しております。難波駅、工藤山駅、高野山駅、極楽橋駅、また上田電鉄さんとコラボしておりまして、上田電鉄さんの別所温泉駅にも大きなキャラクターパネル置いておりまして、そちらの QR コードを読み取っていただいたらモバイルラリーに参加していただけることになっております。スタンプラリーのスタンプラリーとか、はい、モバイルスタンプラリーの中に上田も入ってるんですね。はい、一緒にその真田ゆかりの地ということで盛り上げていきたいなということで、上田電鉄さんとタイアップさせていただいております。期間は一緒なんですか。はい、8月の30日まで行っております。はい、
ダブルで楽しめるということですね。そうですね、はい、あれモバイルスタンプラリーって機械を置いてあってこうタッチしてすぐってことですよね。QR コードを携帯で読み取っていただくという形ですね、はい、うん、ほらあれ高野山今置かれてたり聞いたら、まあ、ナンバーはいいじゃないですか。けどで福戸山も、まあ、あのね、あのゆかりの地だし、まあ、いいと思うんですけど、ほら極楽橋駅で戸惑ってる間にケーブルカーが行っちゃった時に何もすることないじゃないですかあの駅。そうなので、あの極楽橋駅と高野山駅には同じパネルを設置しておりまして、ケーブルに乗る時間とかもあると思いますので、うんうん、どちらでも同じスタンプが獲得できるようにということで、はいはい、乗り換えの時間も考慮して、うん、あ、じゃあ、はい、じゃあよかった。いや極楽橋駅ほらあの別に何かが悪いわけじゃなくて、単純に高野山に行くケーブルのための乗り継ぎ駅だから、 そうですね、はい、あそこで取り残されちゃうとね寂しいですね。なんかみんな移動する中ね、探してたらね。そうかそうか、じゃあね、うん、今それだけはちょっと今日はなんかの貢献もちょっとお持ちいただいたということで、はいはい、こちらが記念の入場券ですね。中身がこのようになっておりまして、貢献もコラボされて、はい、戦国バサラと文字が入ったものになっております。こちらもあの電車の運行している区間と久戸山と極楽橋とあと高野山というふうに今入っております。はい、これは、その駅で購入できるというですね。そうですね、はい、南海電鉄の各窓口で発売しております。はい、あ、これはこの4つの駅以外の普通の駅でも、例えば和歌山市とかそういうところでも発売しております。こちらは期間中であればお求めできるということで、はいはい、ありがとうございます。今かっこいいラッピング電車をご紹介いただきましたけど、南海さんといえば今年はあの、はい、かわいい本もちょっと気になってるんですけど、はい、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。ですね、4月29日からめでたい電車ということで、弊社の加田線というところがございまして、そちらの加田駅まで走っている電車が観光列車でデビューしました。本日はちょっとその吊り革をお持ちしたんですけども、でした本日かわいい吊り革、魚型の初めて見ました本物、はい、すごい結構掴みやすいので、はい、ですね、これわこれ持ってきても大丈夫だったんですか。大丈夫です、はい。これあのデビューがゴールデンウィークのあたりでしたっけ。はい、4月の29日から運行開始となっておりまして、この加田という場所がタイが有名な地域となっております。また女性のためにあの女性のための神様で有名な淡島神社っていう神社ございまして、まあ、おめでたい神社とその加田のめでたいをかけて、まあ、めでたい電車っていうので、電車自体もすべてあのタイにこだわった電車になっております。ハートのマークとかがあるんですよね。そうですね、ターゲットが女性になっておりますので、ハートマークや、まあ、いろんなところに、まあ、ハートマークを入れて女性の方に楽しんでいただけるような仕組みになっております。田辺さんどうですか、この絶妙なピンクとか、んピンク色とかどうですか。ああ、はい。なんかピンクお好きじゃないですかね。あれ、そんなことなくて、そううん、まあ基本あれですもんね。これは別にイベント列車としてとかっていうのは普通にこう走ってるみたいなことですね。はい、観光列車としてというか、まあ、で通常の一般の列車としてもこう朝から晩までこう運用、そうですね、通勤車両と同じように走っておりまして、土日祝日だけ固定運用ということで固定して運用しております。わざわざやっぱ待ってで乗る人とかいるんですか。そうですね、やはりあの運行ダイヤをホームページでも載せておりますので、うん、見てきていただいている地元の方であったりですとか、うん、やはり乗るのであればこの観光列車に乗りたいということで、うん、こちら座席指定料金かからない自由席の電車となっておりますので、うん、いろんな方に乗っていっていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後に田辺さんから全国の鉄道ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ぜひ皆さんに南海電車に乗っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今週のゲストは南海電鉄の田辺千佳子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。